まあ、とりあえず中学生の時は中二病でしょ。お、すごい。なんこれ。それもあかん。おかんがあかんって。全然違う。バカ！バカだろ。また死んだよ、自爆して。おー。はーい。今回行ってないとこあるっけ？リテールローとか行ってないな。あ、ロンリーロッチ行くか、久しぶりに。うん。ごきげんよう、ナルト。チャクラおねれナルト。学生の頃のキャラ。学生の頃のキャラ？いや、普通だけどな。まあ、とりあえず中学生の時は中二病でしょ。小学校の時リスペクトしてた子は、なんかムカデじゃないちっちゃいなんか1センチぐらいのムカデっているじゃないですか。なんか足が2000本ぐらい生えてるような。テキテキテみたいな。あれを触れる子がいてね。うん。その子と仲良かったんだけど、ちょっとね、体が不自由なんですよ。体に不自由がある子なんですけど、めっちゃ仲良くて。中学校か高校の時にね、どっかの駅で会ったらね、髪染めてたわ、その子。うん、ヤンキーになってたわ。めっちゃ優しい子なんだけどね。なんか僕の中学校は、僕の年代はすごい真面目で、で、ゴリラの年代はすごい荒れてて、で、下の年代もすごい荒れてて、なぜか僕の年代だけね、すっごい真面目なんですよ。ほな、ブーン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 とかで、中学校とかバイクで乗り込んでくるやからがいるんですけど、だいたい上か下。うん。僕の学年は何にもない。なんかね、やっぱ、野球だけしかやってない人とかね、すごいオラオラしてるじゃないですか。で僕もね、そうだったとは言いませんが、そういう時期は多分あったのとは思うんですけど、で、僕、高校の時、格闘技、ボクシングやってたんですよね、2、3年。思ったのがね、甘い。野球やってるやつが強いとかない。もう本当に、だその時体重ね、70キロぐらいだったんですよ。まあ、やり始めは80超えてたんですけど。70キロ、60キロぐらいだったんですけど、体重40キロのやつに負けたからね。インターハイ出てる、なんかサウスポーのよくわかんない、パコパコーンって頭打たれて。それぐらい格闘技はね、本当にすごい。だからやっぱ、プロの資格持ってる人が、そう一般人をぶん殴ったら、もう銃刀法違反みたいな、結構罪が重くなる理由が分かった。本当にね、格闘技やってる人はね、怖い。え、待って、なんでこんなゼロキル？ちょっと待ってくださいよ。あ、いた。第一。残り14人で初めて敵と出会うっていう。やばい。本当に今日、後ろからなんか来た。うん、やばすぎ。お、建築勝負か。あ、待って。オーケー。なんか来たな、下に。お？中入ったんか。中入ってる。罠を。何？オーケー。当たったんか今。ポーションあるからポーション飲むか。オーケー。お、すごい。なんおい、なんやおい、なにこれ。あ、攻めます。また赤ずきんだよ、嫌いなんだよ。あ、
悪いけどや。焚き火しとんちゃうぞ。死者蘇生。ああ上がってるわ。ジュース飲んどこう。いやーうまいね、割とうまいですね。まずい。とりあえずおらして、弾入ってね。セーフ。オーケー。危ねー。ちゃんとやれ。あ、ロケラ持ってるやからいるからな、一人。いやまずい。バカだろう。それはもうね、やばいですわ。それもあかん。おかんがあかんって、全然違うっていう。ダメかもしれん、もう。もうビクロイ取れないわ、これ。今の調子じゃ。あと二人。いそうなんだよな、この辺。いないんか。いたわ。何してん？また死んで自爆して。おー、またビクロイだよー。 Oh my goodness, ジッチ。初見さん、皆さん、チャンネル登録よろしくね。 Oh my goodness, ジッチ。